くらい、あの、最後にやりました。いや、ぶったまりましたね。だからやっぱり、こちらだんだん勝ってる、受ける、これはですね、もっとそうですね、増えたし。でですね、いよいよだ、APS-C のセンサーを積んだ GR が出てくることになりますけど、今ここにありますか。そうです、これが初代の GR の印ですね。はい、ね、これ初代の GR なんですけど、やっぱりね、最初、いや、APS-C をついに来たよみたいな、だからこれってやっぱり他のデジタル一眼レフとかが APS-C のセンサーとかで大きいものを備えているものに対してやっぱり、できるだけね、その焦点距離もまあ近づけるっていうか、うん、長い方がいいだろうし、あの雰囲気が似るじゃないですか、うん、まあ、センサーの小さい、GR だと、あの、ね、パンフォーカスにどうしても近くなっちゃう、被写界が深いけど、うん、この GR を使えばほとんど1RF とか他のミラーレス機とか、うん、まあ、一緒に使っても全然わからないっていう、以前もまあそうだったんですけど、まあだから GR で撮ったのと一眼レフで撮ったのと区別つけるのって、昔はそのなんか本当に被写界深度が3つでやつってあ、これすごい深いからやっぱりあのね、 GR で撮ったやつだとかってね、あのそんな感じでしたんですよ。で GR 出て本当にあの APS-C を採用して、やっぱりまあ、あの特にね、まあ微量効果とか暗いところで撮ってもね、画質面でも非常に有利になったところもあって、ね、これ美しいあの写真がさらに撮れるようになったっていうところが大きいと思うんですけど、これやっぱり APS-C のためのレンズ設計ってすごい大変なんですか、天の声さんさらにまたその辺を、そうですね、まあ、APS-C といっても、あの、フィルムの、はい、あの、秘密ですね。飲み出しちゃいます。ですね。飲み出しちゃいます。まあ、フィルムの頃のレンズを、はい、レンズは当然あの、フルサイズといいますか、今でいうところのレンズの、まあ、イメージサークルがあったわけですので、まあ、それに比べたら APS-C ということで、うん、まあ、3分の2ぐらいといいますか、うん、実焦点距離は、まあ、28だって18。3mm であるわけなので、あのフィルムのと同じように作ればいいじゃないかっていうふうに、まあ、あの思う方も多いかなとは思うんですよね。はい、で、まあ、先ほどの小型センサーの話と違って6分の、あ、5分の1とか小さくなるわけじゃないので、うん、製造が盛んな的にもなんとかなるんじゃないという感じはあるんですけども、うんうん、やはりですね、あの、まあ、フィルム時代と比べると格段にやっぱり高い性能を、まあ、要求されているというのがまず最初の前提としてあるんですね。あの周辺まで均一な性能という話もですね、その、まあ、求められているレベルはフィルム自体とはちょっと、まあ、違うといいますか、うん、本当にあのもうこういうモニター上でピクセル等倍でこうやりますよ、ね、ガーって見られてしまうので、うん、もう本当に中心と同じように映ってないと許してもらえないぐらいのそうなんですね、そういう部分っていうのもまああったりにしますので、うん、そういう面でですね、やはりそのフィルムの、あのレンズと比べてもですね、設計性能が高いだけじゃなくて実際物を作った時の性能がもう設計性能とにすごい近いものが出るようなそういうまあ設計が求められるという部分がやっぱり一番苦労しているところですね。 ある調整を行うともういろんな製造誤差をチャラにして、うん、全体の性能が、まあ、きっちり出るというような特性をレンズに持たせるという部分が、うん、まあ、一番苦労したところかなと思います。あのやっぱりサイズ的に少し、うん、まあ、これ大きくなってしまっているのはもちろんセンサーの大きさもあるんですけども、レンズ的にもやっぱりそれはやむを得ない部分があるというか、まあ、当たり前といえば当たり前、ですね、レンズの玉のサイズという意味ではですね、実はあのそんなに変わっていないというか、実はちょっと小さくなっている部分ももしかしたらあるかもしれないんですけども、うん、あの絞りのサイズがですね全然違うんですよね。でそうなるとあのちょっとこれはメカヤさんの方に語っていただければいいんですけども、シャッターユニットというユニットのサイズがですね、どうしても変わってきてしまう、うん、まあ、そこが一番まあ、うん、
支配的になっているのではないかなと思います、うんうん、それってこうお話ししながらこう一番いいところを探すんですか。そうですね、あの絞り系に関しても、うん、やっぱりその絞り系が大きくなった分だけ射程ユニットが大きくなってしまって、うん、それが他のところに対してどれだけカメラを大きくしてしまっているのかっていうのをバランスを取るっていうところをメカの方でやって、そのバランス一番いいところをこの大きさで、でどんなレンズサイズがこうなるよっていうのを何度もやり取りしながら一番そうですねバランスを出すっていう形で設計しています。あのメカ設計と音楽設計の方とよく話を聞くときにこう場所の取り合いだみたいなことも聞いたりするんですけど、その後また回路とかそういうのもいろいろ入ってますよね。あ、実はね、あの GR3 のね、中がどうなってるかっていうのを今日はどうしても知りたくてですね、あらかじめちょっとお願いしてやったんですよ。で、あの取材等では一切中を見せてないということなんで、今回初公開と、本舗初公開ということでね、ちょっと分解していただいて、中身はまあ素人が見てもわからないんですけども、どうなってるかちょっと見てみようかな。小さい中にいっぱいメカが入ってて、レンズがどういうふうに収まってるのかっていうのをところまでね、見られると思いますんで、よろしくお願いします。はい、はい、作業、はい、ではこれ GR3 です。はい、まずは上カバーブロックが外れます、うん、操作部材等が入ってます、ね、で実際の受けるスイッチとかこっち側に。なるほど、この辺はもう本当にメーカーの力で、はい、ほとんどしてる、はい、で後ろカバーパカッと、はい、まあ、操作部材とか、うん、表示部材とかが入ってます。で次に、撮像素子のセンサーですね。なんかドキッとしちゃいますね。いや、なんかほら、いけないものを見てしまった。やっぱり APS-C のセンサーってでかい。そうですね。大きい。で、これ手ブレ補正 のユニットと一体。これ、それが肩から、ね、動きますね、これね。はい、これで、あの、補正してる。はい。すごい。実際これ動くって見たことってる、はい、ね。分解しないと見られないわけだから。そうですね、うん、あのカメラ振るとカタカタ音がする。あ、そうそうそう、でもちゃんとこれで、ね、でもほら、はい、ちゃんと仕事してるんだって感じがするじゃないですか。はい、はい、でレンズの後ろが見えますね。あ、そこユニットになってるんですね。レンズユニット。ああ、すごい。へえ、これがもう本当に一体化されて、こういうふうにねダイヤがついてて、はい、へえ、なのでこのレンズユニットとセンサーの距離をピチッと合わせないと。あ、そうかそうか。ですよね。じゃあやっぱりすごいこう精度が要求される。はい、そこが肝ですね。もうあとゴミが入ったドアとかってそういうこともなんかねありますから大変なんで、はい、組み立ての時も神経使われるということだと思います。はい。で、あとはまあ電池室という、うん、メイン回路ですね、はい。これがぐるっと周りに巻かれてます。いや、まあ素人が見ても何が何やらですけど、こんな小さい板というか、はい、これ今あれなんですか、はい、フレキシブルク基板で、はい、ピチッとフレキって言って硬い部分とフレキの部分が一体になった基板を使っています。そうすることによってコネクターがいらなくなるんで、それで小さくなってなんとかこのサイズに収まっていると。やっぱり小型化するためのすごい努力というか、はい、努力というかすごい、ね、お金がかかってるというか。レンズがこうビューッと出てくる感じっていけますか。これよく見ておいていただけると。手が震えて、メガネを外す。はい、見えんだね、あの小さいものは見えないように、今年ごみですからもう仕方ないですね。いけるかな。動いた。素晴らしい。バリアも開きました。はい、レンズの駆動の力でバリアも開きます。あ、そうか、駆動の力で一緒にバリアも開きます。やっぱり すごい工夫ですよね。そうですね。ちなみにこちらは GR3X の。あ、 X の方X と3だそうですけどね。すごいね、うん、まあ、この辺は中の機構自体はそんなに変わってないわけ。そうですね、はい、でも本当によく収めたっていう、ね、はい、うん、本当は光学設計者としては動くのは嫌とかそういうのがないんですか。
そう下向かないで、動くというのは、いやいや、このレンズがポコポコ動くのは、あ、そうですね、ただまあ振動しないというわけにはまあ当然いかないと言いますか、振動しないで、そもそもの前兆、使う時の前兆を短くしておくっていうような選択もある、そういうふうな選択をしているカメラも世の中にはまああると思うんですけれども、やはりまあこのあたりはその高性能化する上ではですね、やはり少し前兆を伸ばさせていただいた、振動することによって使用時の前兆が長くなった方が、うん、まあ、高い性能を出しやすいという面もありますので、まあ、その辺はで DR としてはその振動する方を選んでいるということになります、うん、でも先ほどセンサーとそのレンズの関係って、この距離とか、はい、組み立て精度が重要だっておっしゃってますけれども、そうです、ね、これやっぱり大変なことじゃないですか、本当に。そのチューニングって言い方はどうなのか分かりませんけど、まあ、調整をね、それでしかも量産するものだから、はい、たくさん作らなきゃいけないので、はい、それが効率的にこう高精度のものが上がっていくっていうものを作るのすごい大変じゃないですか、うん、やはり半分自動機によるんですけども、ね、やっぱりそれを扱う人の勘みたいなところ、そうですかまあでも最終的なその追い込みで、はい、ね、性能が高さないのも入ってればいいですね、いいわけ で、ね、当然それでないと収穫されないだろうし、はい、当たり前ですけど、うん、そういうことをされてるとは思うんですけどね、うん、まあでも本当にこう改めて見るとすごいですね、うん、デジタルカメラってもう少しこう、まあ、電気部品ばっかりみたいな感じの印象はあったんだけど、リアルに関してこうやってレンズ動かさなきゃいけないし、結構こうメカ的な部分、これっぽいね、なんかカメラとしての魅力があるなっていう感じが、カメラカメラしてやっぱりスマホじゃないぜっていうそんな感じがすごいするわけでね、やっぱり面白いですよね、見てるってね、いや素人に本当に 何だか何が入ってるかここには分からないんだけど、それでもやっぱり詰め込まれた凝縮感、はい、でそれってカメラのそのコンパクトカメラの魅力なんですよね、うん、本当小さくて中に本当にぎっちり詰まってるっていうか、これの知恵と工夫みたいな、エンジニアの皆さんの知恵と工夫がやっぱりそこに収まってて、なんでもうアメージングですよ本で本当にそれぐらいのなんかね、だから メーカーのカメラは僕も嫌いじゃないんですけど、こう見てるとやっぱりいろんなものが連綿と積み上がってきて、ここまでやっぱりできたっていうか、やっぱりフィルム自体の時代とはもちろん全然ね関係ないところもあるかもしれないけど、でも過去の歴史がこうね、つながってきて、やっぱり今の GR3X に至るっていうところがあるなぁとは思ってます、はい、ついに新発売の、GR3X、この話でね、ちょっとしてみようかと思ってます、やはりね非常に大きいニュースだったのが、焦点距離が変わって、レンズ焦点距離、実焦点距離はこれは 26.1 ミリになりましてですね、で実際の画角なんですけども、これ35ミリ版換算で40ミリ相当とこうなりました。まあ準標準レンズって言い方もできますし、まあ、準広角レンズって言い方もできますよね。だから50ミリの標準レンズの画角と、まあ、35ミリの画角の中間を埋めるっていうね。で私もずっと発売時、その前からちょっとだけ撮らせていただきましてですね、非常に印象がいいんですよ。やっぱり28もずっと使ってきたんですけど、嫌いではないんですけども、なんかね、肩肘張らずに撮れる画角で、すごい素直に撮れる画角、本当の見た目にあるものをさらっとこう拾っていくみたいな、そんな感じで撮れて、使いやすいレンズだな、使いやすい画角だなと思って撮らせていただいて、でね、やっぱりレンズの性能が素晴らしい。これが良すぎるぐらい本当に女性のポルトレートを撮ると映りすぎて困ってどうしてくれるんですかみたいな、まあ後でいじるっていう感じで適当に鳴らしていくんですけど、それぐらいシャープなレンズになってましてですね、これはぶった込みましたね。だからやっぱりその GR の思想をこう画角が変わっても受け継いでる、やっぱりこれは GR、もう一つの GR というか、まあ、増えた GR というか仲間、
GR3 と 3X はもう兄弟みたいなもので、ね、そんな位置関係にあって、はい、両方はちょっと楽しいなって、うん、今日は 3X の日とかね、今日は3の日とか言いながら、まあ、もちろん2台出てもいいですけど、はい、使い分けたんです、ね、まあ、でも私はこうあまりにもこう、ね、形が似てるもんですから間違えちゃったんですよ。あ、40年たみたいな。そういうことあるんですけど、まあそれはいいんですけど、今度このね、リングが出てくるから、これ新しい可愛いリングにしようかなと。もうリングの色だけで悩んでた。カラーバリエーションでこれ持ってるから大事だなと思いましたよ。赤木には似合わねえなって言われたりするんですけど、もう可愛らしい色のリングとかつけたくなっちゃう。レンズにデコレーション しちゃうって結構良くないですか。周りレンズの周りにデコレーションしちゃうって、なんか可愛らしくて、ね、もうじいさんですけども、それぐらいの音はやって遊んでもいいんじゃないかと、会話に思っておりますけど、何を言ってるかまた分かんなくて。でですね、この 3X の本当にレンズ性能が本当良かったんですけども、これもなぜか天の声さんが噛んでいるという話を聞きつけまして、どんな感じなんですか。ですね、はい、まず、3から 3X のレンズ、に、まあ、こう同じボディの中に収めるという部分ではですね、うんうん、まあ、大きく2つ課題といいますか、はい、ありまして、で1つはやはりその焦点距離が 1.43 倍ぐらい、うん、まあ、なっているので、当然 F ナンバーは同じ 2.8 ですから、うん、我々入射瞳系という呼び方をするんですけども、いわゆるレンズの口径というんですかね、うん、まあ、光が入ってくる太さは 1.43 倍になってしまうんですね、うん、でちょっとそのそこで大きくなりがちなのは結局絞りの径が大きくなってしまう、うん、普通に設計してしまうとですね、絞りの径も 1.43 倍になってしまいまして、でそうするとですね、まあ、メカ屋さんが困ると言いますか、その分絞り系が大きくなると、はい、ユニットそのものがやっぱり大きくなってしまうので、その分どんどんカメラが大きく、上下左右が大きくなってしまうっていう問題が、でも全然印象的に変わらないじゃないですか、うん、そうですね、普通はやはりそうですね、大きくしないっていうもとに、ちょっとそこはレンズ設計の方に泣いてもらう、まあ、泣いたと言いますか、結局そこが一番のポイントで、うん、入社する瞳の径は 1.43 倍なんですけども、その絞りの径、開放の絞りの径はもうほとんど変わらないような、うん、まあ、レンズタイプを、うん、まあ、構築するといいますか、うん、そこがやっぱり一番の、まあ、設計のポイントになっています、うん、でしかもですね、性能が高い、うん、そうですね、だから今いわゆるそのリスキーな部分があっても、うん、それを超えるぐらいの性能が出てる。はい、まあ、その部分は若干やっぱりその共同の部分だけ厚くなってしまっているとかあるんですけども、うん、その部分は少し、まあ、性能の方に振らせていただいたという面は、うん、あります、うん、でも天の声さんにしてみると自分でもよくやったと思ってるんじゃないですか、まあ、いろいろな設計をしてですね、この設計に見出したときには、あ、これでできたというふうには素晴らしい思いました。プラスほらメカ設計とかね、共同設計の皆さんのご協力のもとに、もちろんそうです、これでまたさらに凝集させたというすごさが、まあ、先ほど2つポイントがあると言ったんですけども、うん、もう一つは、まあ、バリアですね、レンズバリアをなくすわけにはいかないので、なるほど、それが必ずその中に入る大きさにしなければいけなかったんですけれども、画角が狭くなったのでレンズバリア楽になるんじゃないかって思われるかもしれないんですけども、うん、その先ほどのシャッターの径、絞りの径を、まあ、同じ大きさにしなければいけないという縛りを考えるとですね、どうしてもその先ほど言った瞳というのがレンズの奥の方に入ってしまってですね、うん、実はバリアの径を小さくするのも難しくて、まあ、そのバランスがとても、うん、まあ、まあ、まあ微妙と言いますか、うん、でそれでどうその2つをですね、なんていうんですか、バランス取りながら、まあ、まとめ上げているというところになってます。うんうん、でもまた、はい、生産設計も大変じゃないですか、その大変になったりすると、工場の人に怒られたいな、はい、そうですね、怒られないように、先ほどから出てるその製造感度っていうところは、うん、
いろいろ検討しながら、うん、しっかり量産性のある、うん、かつその高画質を達成するっていうところで、はい、メカとレンズで、はい、設計しております。40ミリの焦点距離というか、この 26.1 ミリの焦点距離っていうのが実焦点距離なんですけど、これは僕にはちょっと分かんないですけど、設計しやすいんですか、しやすいっていうか仕事はしやすいんですか、 18.3 ミリ。あ、そうですね、基本的には例えば先ほど申し上げたような絞りの径の制約とかを除いてしまえばですね、当然画角的にも標準に近い今回の 26.1 ミリの方が設計しやすいですし、本来的には少ないレンズ枚数、同じ F ナンバーであれば、少ないレンズ枚数で実現できてもいいんですけれども、今回はそういったいろんな制約の中で設計をしなければいけなかったので、レンズが逆に1枚増えているという結果になってしまっています。でも僕なんか感情素人だから、やるならあと一絞りは変わるんじゃないかとかそうですね、そういうのダメですかね。もちろんボディに収めるという制約をですね、うんうん、外せばですね、当然40ミリ相当 26.1 ミリの方が、まあ、明るくしやすいことは間違いないと思いますけれども、ちょっと今回はどうしてもいろんな制約の中でですね、ってことは次があるかもしれないまあ、いいですけど、はい、でもね、ほら仕事がないと 2.4 から 1.9 ミリできたんだから 2.8 だったみたいなそういうことを少しこう思ってしまった私っていうのがいましてですね、まあ、だからやることって結構あるんですよ、やっぱカメラって。だから単焦点レンズでもちろんね、もちろんセンサーの性能も上がっていくけど、うん、ね、レンズそれに伴ってレンズ設計も大変になるけど、その性能も上げなきゃいけないわけじゃないですか、ね、はい、両方こう一緒に行かないといけないし、で大きくするだって言われるし、ね、無理難題ばっかりそうですね、その MTF 曲線を公開してるっていう部分でもです ね、 ああですね、ちょっとこう GR の自爆みたいなものがありまして、前機種よりも性能落とせないみたいなこう、うん、思いがあって、確かにそうですよね、ありまして、どうしてもですね、まあ頑張って、そこを維持する、それは無理ですよとか言わないですよねエンジニアの人ってやっぱりね、誇り高いから絶対やってやるみたいな。そうですね、特にまあ GR に関して言えばですね、やっぱり妥協したくないという思いが常にありますので、設計者の人とか最適の回を見つけるとか言うじゃないですか、かっこいいなってエンジニアじゃないから、理系じゃないもんで、すごいいい感じ聞こえる、ね、いろんな制約ってなくせばどんどん収差ってなくせるんですか、サイズをですね、どこまでも大きくしていいと言われる、いくらでも金かけていいって言ったらゼロにはならないまでも、うん、やっぱりそのサイズが支配的に効いてる部分というのは当然、うん、まあ、カメラはね、小さい方がいいんですよ。そうですね、大きいのはね、腰は痛いし、もう目は痛いし、ね、肩は痛いし、こういう小さいカメラで高性能っていうのはね、もう写真カメラマンにとって、ね、理想、うんうん、でプラス、ね、なんていうんですか、この思想があるんですよ、も、う、の、ん、としての、うん、さっき分解したのを見せていただいたんですけど、はい、あれがね、やっぱりあれ見てしまうとですね、やっぱりすごいことやってんだなと思いますよ、素人目にも、よくやってるな、はい、ね、本当だったらね、うん、倍ぐらいの値段で売りたいと思うそうね、結構お安くお出しになってるようなところもあるし、はい、うん、手間、今非常にかかっているカメラだろうなと思いますけどね、はい、うん、でもあとこの絵は特別になんかやっぱり、うん、3のコーティングを変えてるとかそういうのはあるんですか、そういうのがないんです。そうですね、3も 3X も、まあ、レンズ の、 その反射防止コートについてはですね、特別なものを使っているということは実はないですね。でただまあその設計的にですね、まあ、当然その社内のですね、シミュレーターなんかもですね、どんどん進化しておりますので、うん、まあ、シミュレーションを繰り返して、設計的にもうレンズの構成的にですね、そのまあ、ゴーストが出にくいような、うん、そういった設計をするようにして、うん、コーティングに頼らずにですね、明光が少なくなるような、うん、まあ、まあ、設計というのをまあ目指してやっております。あともう一つね、僕はずっと思ってたんですけど、この、うん、今日これ、テレコンがあって、あとワイコン、
専用の、うん、この辺も実際まだ本格的にちょっと使ってないんですけど、うん、取ってみるともう全然その性能が落ちない凄さがあるんですけど、この辺はどうですか？うん、そうですね、やっぱりあの多少やっぱりその性能を妥協したくないので、うん、サイズ的に少し大きいかなという部分はまああるとは思うんですけど、それは我慢してねみたいな、そこですね、やはりどうしてもちょっと、じゃあやっぱり性能を高めるための大きさ、はい、まあ、どうしてもですね、あの遜色ないと言っていただけるぐらいの、まあ、そのコンバージョンレンズないときとですね、うん、どうわかんないですよね、はい、そういうぐらいの性能をまあキープしようとするとどうしてもちょっとそのぐらいのサイズになってしまう、うん、ということになっています、はい、あとね、これ結構聞こうかどうか悩んだところがあって、うん、天の声さんに最近のあのミラーレス用のレンズとかってボディの中で結構なんか画像処理で性能を高めてるじゃないですか、ここはあんまり GR の場合はしていない、まあ少なくともですね、歪曲収差、いわゆるディストーションの処理と、うん、あの、うん、まあ、色収差の処理はですね、うん、カメラの中ではしないと、おレンズのみで、性能を出す、なんか男気ありますねという音が大前提ですね。ってことはレンズ単体でも全然勝負できちゃうっていうか、そうですね、あの、まあ、あの、うんと画像処理が入っているという面ではですね、まあ、周辺光量だけはですね、うん、その処理が選べるように、うん、いや私あの聞いてますやっぱりあの周りが暗くないと嫌みたいなフィルム時代の GR はでも28も若干あの開放効率っていうか若干落ちるじゃないですか、そうですね、あの感じがいいんです雰囲気が、であのいいレンズってあのなだらかに落ちる、うん、古いレンズってドーンと落ちて、本当になんかひどいのがあって、うん、ひどいのがあるんですけど、あの私はそのなだらかに落ちてるのが好きで、うん、品格があるんですよ、なんかあの周辺光量の落ち方が、でもあのうるさい人が、うん、あの周辺光量落ちる嫌な人が世の中にいるんですよ、うん、やっぱあの建築写真の方とか、うん、落ち着いてダメだという人、うん、そういう人は別にね、そこの人普通にスナップとか撮る場合は、うん、周りをこう抑え込むみたいな効果があって、うん、やっぱ若干そのね、落ち気味になってても僕は問題ないと思っておるんですよ、うん、はい、うん、でも40ミリはそんなにも当然のことながらあんまり落ちないじゃないですか、うん、そうですね、まあ GR3 の 28mm 相当の方もですね、フィルム時代の GR と比べればですね、うん、周辺光量比は、まあ、あのより確保はされているんですけども、うん、はい、あの 40mm の方も、まあ当然まあ遜色ないまあ、周辺光量比にはなっています、ね、でかつあのセンサーとですね、まあ、レンズと一体性でマッチングさせている部分がありますので、うん、そういう面でも周辺光量比は、まあ、あの補正なしでもまあ全然使い物にならないようなことにはなってないはずですね、うん、でも一体化されたものってやっぱりそういうなんて追い込めるみたいなところがあるんじゃないですか、いろいろレンズが交換できて、やれるよりもこれ用にチューンされて作ってあるそうですね、その部分がないとこのサイズはちょっと実現できない、うん、できない、うん、というやっぱりそういうことなんですね、ことにだからやっぱり全てにおいて意味はある、はい、というか単焦点で選んでるとか、うん、その性能を高めるための意味ではね、はい、だからやっぱり GR のその存在意義それを感じるところではありますよね、うん、はい、これだけ立派な素晴らしいカメラができたわけ、はい、3も 3X ももうね、うん、兄弟機で、はい、2人、ね、開発にかかったメンバーとしてはですね、はい、一員としてはですね、他に言っておきたいこと、ここが素敵だから買ってねもうあの今の時代は作った人が売る、自分でアピールする、結構重要ですだって説得力あるじゃないですか、僕なんか素人は分かんないんですけど、やっぱエンジニアとしてこの辺を知ってほしいみたいなのあるじゃないですか、それをやっぱりこう一言ずつ鈴木さんと細川さんにお願いできればな、はい、いきなり振ってしまいましたいけます、そうですね、はい、共同自分メカの担当を、はい、その繰り出してくるところの担当になるんですけども、はい、やっぱりその中で GR3、GR3X で自分がまあ一つこだわっているところとしてはやっぱりその起動の速さなんですね、はいはいはい、なのでそれでやっぱりあの GR のコンセプトである速射性っていうところで、あ、まあ、振動ではあるんだけれども、あの出してすぐ撮れるように、はい、というところでそこの繰り出しの速度にはかなりこだわっているので、これ測る、はい、測ります、もちろん測る、はい、
せーの。もう、そうとか、もう、そうですね。専門の機能、もうちょっといい機械を使って。ちょっと早かったとか、遅かったとかで、もうちょっとこういうふうにしたら早かったとかあるんですか。そういうのでできればいいんですけど、ちょっと、しっかりした。機械的なものがあるんですね。はい、機械的なもので、はい。それでセンサーがあって、ピャッピャッと出て、そうですね。OK みたいな。はい。では、これやっております。メカの工夫って、ありますね、すごいね。ですね。そのために、モーターであるなり、ギアであるなりっていうところ、本当にメカメカしいところですよね。ですよね。だから、電気と本当にメカを。合体させて、そうですね、だってギアって出てくるってことは、はい、いろんなハミングとか使ってるわけですもんね。はい、じゃないと出てこないわけ、はい、そうですね。そっか、でも、軌道も遅いと、やっぱり取る側としても、ちょっと、みたいな。今取りたいんだけどっていう時が、はい、ちょっと待ってくださいね、みたいな。でも、プラスやっぱりオートフォーカスに起動して、それでね、そうですね、まあ、実際に取れるっていうスピード。はい、もちろん、それ、スピードにはメカだけじゃなくて、そのソフト的な処理も同時に走ってるので、やっぱりソフト的な処理のここが終わったらここのメーカーが走れるみたいなところもあるので、そういうところを、はい、やっぱり協力してこの速度っていうのをまあ達成してますね。メーカー側から見てソフトの方が取り手なんじゃないのみたいな、その逆も言われたりするとやつですっていうのはあるんで、ね、なるほどね。だからやっぱりそこら辺で協力しないといけない。そうですね、うん、なるほどね。細川さん、そうですね、強度が2ミリ少し伸びてるっていうのがあるんですけど、はい、はい、実際自分で使ってみて、この指先でこの GR3 との違いがこう、はい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 、分かるんで、なるほど、まあそこが、あ、指先でね、指先でその当たり方がですね、うん、構える前に、あ、こっちだ、40ミリだとか、当たりにくいから、それ僕に今日夜練習しようって言うんですか。なんかそういうことに近いぐらい。いや、そうか、そうか。ちょっと当たり方変わりませんから、ね。特に薬指を当てる感じが。そうか。変わりません？今日夜練習。この時点ではちょっとよくわからないんですけど、ちょっと見ていきますけど、ね、それぐらい細かいこだわりを していらっしゃる。そうですね。まあ、もともとその紐の色を変えたりもしてたんですけど、ポケットに入れてると結局わかんないとか、カバンの中で出すので、それを触るときに結局わかるかなという、ということで、皆さん、これ両方とも握るとわかるそうですので、ぜひお持ちの方はですね、比べていただいてプラスリングを変えてですね、お買い求めいただくとですね、すぐ区別できていいなと、細川さんの苦労がこうリングを変えちゃうと無駄になってしまう、そういうのもあるかもしれない。いや、リングは色違いでも同じサイズですので。あ、これね。当たり方は同じ。あ、ここのリングのね。はい、サイズ、はい。当たり方は一緒。はい。うん、いや、あとは、GR3 で初期、レンズが、はい、リングが落ちやすいという話が。すみません、私結構書いてしまいましたね。うん、世の中に3万個落ちてるんじゃないかっていうふうにGR3 の途中から改良しまして、 3X では最初から硬くなってますので、ハームアップされたわけですね。まあ、メカ的にちょっと金型を修正して金型を修正したんですか。お金かかっちゃったじゃないですか。はい、お金かかってかせてぐらい苦労されてると、はい、でも外装のそういう質感とかやっぱり心地よさ、やっぱカメラこう掴んだ時の心地よさみたいなのって、はい、やっぱ GR すごい大事にしてるじゃないですか、昔から。あ、そうですね、うん、だこれってやっぱりただものではない的な、うん、普通の安い、ね、まあ、コンデジとは違う、うん、高級感、やっぱそれなりのお値段するもんだから、うん、高級じゃないとダメよっていうようなことはもちろんあると思うんですけど、うん、やっぱりすごいこだわってらっしゃいますよね。塗料も、まあ、毎期毎期一番最適なのは何だろう、あ、まあ、常に研究されてる、ね、やってる、うん、グリップゴムの質感とかですね、ここ、はい、感触ね。だから、ボタンの押し心地とか先ほどの、ね、うん、繰り出しのスピードとかそういうことも全部含めて、うん、だから写りとは関係ないところにお金がかかってるじゃないですか、うん、これやっぱり大きいですよね。だから本当はそこ手抜いても別に写りは変わらないからいいじゃないかっていうような考え方ももしかしたらないことはないかもしれないし、うん、で、まあ、多分できるだけコストを下げてねみたいな要求は、うん、会社としてもあるって、まあ、余計なこと言ってますけど、あると思いますから大変だとは思うんですけど、プラスやっぱりこの辺は譲れないっていうようなところはありますよね、きっと、うん、そこまでやっちゃうと GR じゃなくなっちゃうんですけど、いやでも そうじゃないですか、そこまでやっぱり我慢するっていう言い方だけど、
まあ、それでプラス技術はいろいろ発展してて、それこそ塗料一つにとってもいろいろ変わっていくわけだから、素材にしてもきっとね、より良くなっていくこともあると思うんですけども、その辺のところで、ね、どういうふうに高めていくか、まあ、もちろんずっと同じ品質を維持して作らなきゃいけないというのは大事なことですから、まあ、そういった意味では深いですね、いろんな意味でね。3X もそのレンズの焦点距離が変わって画角がね、もちろん変わったっていう、まあ撮り手側のその何ていうか、楽しみももちろん出てきたんですけども、まあまた違うところでね、そういうレンズの描写のあり方とかね、そういうことも含めてやっぱり見事な出来であったと彼に思っておりますね。ありがとうございます。 3X ね、おすすめしちゃいますよ。これ、これぐらいできないカメラだと本当にこのワイコンが若干大きかったり、テレコンが少し重かったりするのも性能を維持するためだと、はい、性能を落ちちゃいけないっていうね、常にカメラが自分と共にあるっていうことに関してはやっぱ GR 最強だなと思ってます。だからやっぱりあの X3X が増えたことで、ね、もう一つの目が増えた、自分の目が増えた、そういうふうに思ってますよね。シャープな目が見えた、目が増えたっていうか、自分はこれ目がだんだん悪くなってきて、近くのままは見えないんですけど、でも GR で見た絵を見るとですね、ドキッとするんですよ、やっぱり。すごい美しいから、シャープでしょ、はい、やっぱり自分の目の代わりとしなるっていうか、それを当然超えてるわけですよ。で、新しい写真制作を続けていきたいなと、生意気なことを言ってますけども、果たしてそれが実現できるのか。ね、いかほどのものかというのでしょうとか思うんですけど、私もGR に負けないようにこの写真を撮っていきたいと思っておりますので、またお二人ともよろしくお願いします。ありがとうございました。本日はありがとうございました。